朗報、エンジェルスのチケット、300円で買える模様。エグンチケットがわずか290円、不透明な今後に厳しい現実。20年来ファンも、次の段階に。残り1ヶ月丸々ある中で、シーズン終了の状態、4日、同5日、大谷もトラウトもプレイしなかった。チケットの再販サイトでは、エンゼルスの試合のチケットが1枚2ドル、約290円で買える状態だったと嘆く。いらね。スタジアムで魅力的な催しするしかないやん。もう終わりだよこの球団。球場飯目的ならええな。大谷おらんならただでも見る価値ないからな。相手のチーム目的で。間違いなく球場の飲食物のが高いな。かわいそうなのは、金ないのに必死にバイトして大谷を見るんだと旅行計画して、もうチケットも取った人、絶対いるよこういう人、どんな気分なんやろか。富士で満足してもらうしかないな。昨日、日本人がかなり中継に映ってたけど、大谷目当てで行ったのにかわいそうね。日本もこれくらい安くしろや、神宮のチケット高くなりすぎやで。大谷が見た日だけなのになんでエンゼルス見せられなきゃいけないんだよおかしいでしょこんな世界は。トラウタニ両方いなかったらガチで見る価値ないからな。球場飯食って、椅子座って、雰囲気味わって、眠くなったら昼寝するだけでも300円以上の価値あるやろ。皆さんはチケット暴落の現状どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。